橋本渡る氏は、島根県の生態師。元島根県浜田市体操協会体操指導員。TBS、サスケの有力選手として知られる。通称、サスケ新世代第3の男である。身長169センチメートル、体重57キログラム。島根県出身、日本体育大学卒業。1984年生まれ体操競技で、 高校時代にインターハイ出場の経験を有するほどの身体能力の持ち主であり、現在も体操指導員として地元島根県で子供たちの体操指導に当たっている。サスケ挑戦においても教え子たちが結果の良否に関わらず率直な意見を述べてくれることが自身のモチベーション向上につながっていると発言している。実力者の中でも 特に早いゼッケンで出場することが多く、第27回大会では20番で登場したこともあった。そのため90番台をつけたのは、第26回大会のみである。第29回大会を最後に、サスケには出場していない。2020年4月には、インストラクターの経験を生かし、地元である、島根県浜田市にて、ほぐしやきわみというマッサージ店を開業して、 生態師として活動している。また、近年は、うるしばらの YouTube チャンネルにも登場し、自身の Twitter アカウントを再び開設するなど、サスケへの復帰を目指す旨を公表している。第21回に予選会を7位で突破し、初出場。しかしファーストそり立つ壁でタイムアップ。第22回も、 予選会を通過するも、ファーストスライダーチャンプ捕まった後移動中に、足が着水してリタイア。第23回は、予選会を4位で突破し、ついにファーストをクリア。しかし、対策を施したはずのセカンドサーモンラダー1段目で、まさかのリタイア。なお、予選会を3大会連続で突破したのは、橋本のみ。第24回は、危なげなくファーストをクリアし、 続くセカンドでは前回リタイアしたサーモンラダーを攻略し、セカンドも突破。サードを初挑戦でクリアという快挙を成し遂げる。ファイナルでは G ロープ残り2メートルでタイムアップ。第25回はファースト、セカンドを突破するもサードアルティメットクリフハンガーで3本目に届かず落下。D エンチと共に初の最優秀成績者となった。第26回は 危なげなくファーストをクリアするも、前回クリアした、セカンドメタルスピンでリタイア。第27回はセカンドを突破し、サードアルティメットクリフハンガーの最初のクリア者となるも、新エリアチェンシー層でリタイア。第28回は、ファーストスピンブリッジで、ボールの中央を踏み損ねて、まさかのリタイア。第29回は2大会ぶりにファーストをクリアしたが、セカンドの難易度が上がった。 バックストリームに苦戦し、タイムアップ。第30回からは出場していない。2013年、第29回大会終了時専用の BGM がテーマソングとして存在する。ありがとうございます。